皆さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さてどこに行きましょうかね。とりあえず上かな。この上何かあるかな。前触れもなく立ち割れていかなかった。何今の。何も前触れもなく今立ち割れてたでしょう。されたな。場所がバレてるみたいだね。なんか普通になんかすごい敵強くないですかね。固まってない方がいいかな。これは絶対うまいショットですね。霧が濃いとあれか、エースにとっては有利ってことですね。危ないね。こんなにも厄介だとは。敵が濃いとレース有利ですね。しっかりと壊してるな。近くにいます。そうですね。そうだ。とりあえず1個くらいは直したいね。近くにいないですね、とりあえず。まあ、どっかと。こうなん切れないな、多分な。早い段階でここ直さないとやられてますからね。おーいた。おお、ね、あぶねあぶねあぶね、あいた、あぶね、逃げて逃げて逃げて。レイスの使い方はこうやって使うっていう練習になりますね。霧が濃い状態でレイスを使うと。さあ、で、あれ意外とブルブルしてる。ああ、消えましたね。動きが滑らかですよね。ないのかな。声が揺らめいてないの。あ、いた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 。いますね。後ろ取られてるかな？後ろ取られてるんじゃない？後ろ取られてますよ。逃げて。もう一個直した。脱出8近くいないかな。下がないと逃げ切るのが厳しいですね。さあ、助けに来られた。さあ、いたな、見つかるな。直って近くにいるはず。ああ、また一人やられた。やばいね、2人だけだったね。さすがに発電機直して踊れ気づかれるんじゃない。おお、いた。ああ、違ったね、こっちだったね、逃げるのは。注意キラーが来ましたね。きれいに料理されましたね。もしかしたらもう価値があるのかもしれないですね。まあ、ここ動かないですからね。これ諦めた方がいいかな。ね、諦めましょう。あとハッチの場所を見かけたんじゃないでしょうか。ない。いやーでもこれ完全にハッピーさん、あれなんかカラスが上飛んでますね。同じ場所にずっといたからかな。あーなんかしゃがみの速度速いですね。都会のなんちゃらっていうパークがついてるっぽいですね。さあひたすら多分ハッチ探してますね。お、壊すのか。トーテム破壊。あー 見つかったか。今見つかったっぽいですね。さあ両方とも多分上手い人同士ですけども、どうやって逃げるんでしょうか。次回お楽しみに。